すみません。先輩、ちょっといいですか？今お時間ってありますか？少しお話がしたいんですけれども。あ、はい。ありがとうございます。そうでしたか。出かける予定がなければ中学のジャージを着ていたりします。はい、動きやすくて便利ですから汚れでも洗えば済みますし。私はほとんど聞きませんね。前に聞いたのがいつなのか思い出せないくらいです。もちろんです。朝食をきちんと食べないとお昼まで持ちませんからね。先輩も寝坊をしたりしても朝食を抜いたりしない方がいいですよそれほどは。インスタント食品は栄養が偏るんであまり食べませんね。味自体は結構好みなんですけどね。何ですか？先輩。いきなり頭を撫でるなんてどういうつもりですか？いえ。あ、もうこんな時間。そろそろチャイムが鳴りますね。少し先輩とお話がしたかったんですけど。そうですね。ではまた今度にお話の続きをお願いします。はい、それでは私はこれで。信じられない、あんたがそんなに連勝するなんて。じゃあ誰か証明できる人連れてきて。もしかしているの？あやつじさんのお姉さん？そうなんだ。あんたやけにそこを強調するわね。ふん、羨ましいなってね。私も姉か妹が欲しかったな。ほら、私は一人っ子だから。ああ、そっか、あんたにも妹がいるんだったわね。それでもさ、可愛いんだしいいじゃない。そこは兄として否定しておきなさいよ。シスコン冗談よ。あんたんとこって兄弟仲いいじゃない。ちょっと焼いたのよ。まあね。噂をすればね。七町さん、おはよう。今ちょうどお姉さんの話をしてたとこなの。え？もうこいつがべた褒めよ。すっごい優しそうで綺麗だってさ。そう。うん、別に。気分悪いんだったら保健室行く？なんなら一緒に行ってあげるわよ。本当平気だから。でもちょっと外させてもらうわね。ごめんなさい。そんなの気にしないでいいって。それじゃあ。ねえ、やっぱ体調悪かったんじゃない？それにしてもさ、もうチャイム？ここからがいいとこなのに。まあ仕方ないか。それじゃあね。ょっといいかな。今日はお弁当だったりする？本当に？それならちょうどよかった。ほら、この間遅くまでリーの仕事を手伝ってもらったでしょ。だからね、お礼にお弁当を持ってきたの。迷惑だった？よかった。じゃあ一緒に食べない？どうしてお礼のお弁当を他の人と食べるのよ。じゃあ先にテラスに行っててくれる？お弁当持ってすぐ追いかけるから。お待たせしました。それじゃあ早速食べようか。うん、そういうわけじゃないんだけど。でも私もほんの少し手伝ったのよ。内緒、恥ずかしいから。そうね、それならいいかな。頑張ってね。遠慮なくどうぞ。どうかな。本当？よかった。どうしたの？もしかして変なものでも入ってた？それならあるわよ。ほら。ええ、私小食だから。うん。だから気にしないでいいわよ。どれだか分かった？私が作ったもの。残念でした。それではありません。多分当てられないから気にしないで。えっ、お粗末様でした。ん？どうして？そうね、夜食なんかは自分で作ることが多いかな。おにぎりと簡単なものを作っておいて勉強の合間にって感じだけどね。なるべく自分のことは自分でするようにしてるの。別にすごくなんてないわ。ただ周りに気を使わなくていいようにしてるだけ。もうこんな時間なんだ。そろそろ戻りましょうか。